糸部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期典二214部首では120番目に置かれる。糸字は細い絹糸を意味する。個字は二つの丸い束が連なった形であり、よりまとめられた糸の形にかたどる。糸の字音はべきであり、常用漢字の糸は糸の略字である。説問開示に糸は細い糸とある。長さ、重さの単位として、 カイコが1回に吐くのを骨と言い,い、10骨が糸であるので、糸は糸の半分とすると5骨の細さということになる。ちなみに10糸が1号、10号が1輪である。変貌の服としては、糸や縄、絹織物や朝織物、またその加工による衣服、染色の色や文様などに関することを示す。この時種として、左の辺あるいは下の足の位置に置かれる。 会所では、辺の位置に来るとき、小形を3点に変形させることが多い。会所では、糸が、辺の位置に来るときには、小を3点にすることが多い。しかしながら、日本では、東洋漢字あざ対表において、糸辺の下を、小にする事体で提示され、3点は、注意書きで、筆者の標準とする際には、点角の長短、方向、曲直、つけるか話すか、 止めるかはねまたは払うか等について必ずしも拘束しないものの方向の例としてのみ挙げられたので教科書体も書を採用しており現在若年層では3点で書く人は少ないように思われる印刷書体では後期自点体が書形を採用した日本では上記のように東洋漢字や座帯評価すり面、網、あやよび常用漢字表において 小形を採用し、表内、表外を問わず、後期時点体に従っている。一方、中国の新時系、台湾の国時標準時代、香港の常用技時系表はこれを3点に戻している。中国の艦体時では、のように3点を一つの横角に簡略化している。意図、ありがとうございます。